青書9月号の愛作を書きたいと思います。筆の使い方をよくご覧ください。割と他の臨書に比べて、ガントや煎じ目に比べてゆっつくりです。ゆっくり筆のねじれを入れながら釣り沈める立ち上がる、ここから受けてきて筆の違う面を使ってここは釣り上げます。それから沈める、華やかな運動ではないのでちょっと地味ですが、地味だけども筆の面の変化はたくさん入れた方が太い細いの一本の線の太い細いの変化と、あとはゆったりとした流れ、ゆったりとした流れと筆圧の変化、ねじれですね。沈める線なんだけどあまり派手さはないんですが、次の字もなかなかバランスが取りにくいですね。筆の違う面をいろいろ使うのと、と空間ですね、この空間なんか詰めた方が立ち上がる。何でもそうですが筆はやっぱりきっちり立ち上げていく、筆先を最後立ち上げて直角に進んでいくっていう感じの書き方を、で隅がなくなってきた時には筆管を少し進行方向に倒すとかすれがなくなるというのを覚えておきます。直角につながっていく感じで、直角につながっていく感じと、筆の面を変える感じで、細いから太いから絞る、絞ってから沈めてまた筆が立ち上がるの繰り返しになります。で必ず落款は忘れないように、半紙の場合は自分の名前だけで結構なので、書き終わったら必ず入れて